みんなこんにちは、恐竜のお兄さん加藤博史です。今回はトリケラトプスのご近所さんトロサウルスについてお話ししていくよ。トリケラトプスのご近所さんにはトロサウルス以外のいろんな恐竜がいたんだな。例えば有名な恐竜でいくとこのティラノサウルスレックスとかエドモントサウルスアネクテンスとかもそうだね。あ、バキケファロサウルスワイオミンゲンシスとかアンキロサウルスマグリベントリスもそう。その中でトロサウルスとトリケラトプスホリルスとトリケラトプスプロルス、この3種の大型角竜が同じ地域と同じ時代に生きていたんだ。白亜紀の終わり頃のカナダやアメリカの恐竜たちだよ。トロサウルスが命名されたのは1891年、トリケラトプスホリルスの2年後だったんだな。この時トロサウルスの化石はこの2つの頭の骨が見つかったんだけど、これを命名したマーシュ博士はこのトロサウルスが襟飾りに大きな穴を持っていて幅の広い襟飾りを持っていたっていうことを確認して、穴の開いたトカゲトロサウルスラトゥスは広いって意味ね、つまり広い穴を持ったトカゲトロサウルスラトゥスっていう命名をしたんだな。トロサウルスラトゥス、トリケラトプスよりも見つかる化石がすっごく少なくて、比較的大人のトロサウルスが見つかることも多いから、ある研究者さんはトリケラトプスの年老いた姿、お年寄りのトリケラトプスがトロサウルスなんじゃないかって考えている研究者さんもいるんだけど、最近の研究とか化石の新しい発見、トロサウルスの若い個体が発見されたりしたんだな。2021年の研究でも若いトロサウルスが研究されてるよ。それを踏まえてトリケラトプスとどう見分けていくのか、それを説明していくよ。左がトロサウルスラトゥスの若者、右がトリケラトプスホリルスの若者ね。トロサウルスとトリケラトプスもそうなんだけど、角竜類のフリル、これは両脇の骨と真ん中の骨でできてるんだ。ここで見てほしいのは真ん中の骨にできた穴、この真ん中の骨に2つの穴が開いているのがトロサウルス、ないのがトリケラトプス。これだけでもトリケラトプスが珍しい角竜だってことはわかるんだけど、この真ん中の骨が綺麗じゃなかったり見つからなかったらどうするか、そんな時はこの両脇の骨を見てあげればいいの。トロサウルスの方が両脇の骨ちょっと細長くなってるのわかるかな。トリケラトプスの両脇の骨はちょっと幅広い形をしてるでしょ。それだけじゃなくて、でトロサウルスはこの真ん中の骨と両脇の骨のつながるところにちょっとだけ骨の出っ張りができるのもトロサウルスならではの特徴なんだ。今度は大人同士見比べてみようね。こっちが大人のトリケラトプスプロルス、こっちが大人のトロサウルスラトゥスだよ。まずフリルの穴はトロサウルスにあるよね。そして両脇の骨がトロサウルスの方が細長くできるでしょ。そしてこの両脇の骨の真ん中の骨とくっつくところ、ここの出っ張りがより目立つようになってるでしょ。だから真ん中の骨が見つかってなくても両脇の骨が綺麗に見つかっていて、それをちゃんと見てあげればトリケラトプスとトロサウルスをうまく見分けることができちゃうってわけ。角だけでこれはトリケラトプスかなトロサウルスかなって考えるのはすっごく難しいです。角だけだとね、骨に残る違いなので、ちょっとほらゾウもそうなんですけど、耳たぶとかって骨に残らない。フリルは骨でできてるから化石だけになっても見分けることができるんです。あー、それは多分そう、穴の上に皮が覆ってたんで多分穴は見えてなかったかもしれませんけど、ただ生きている生き物にそのまんまずっと穴が開いてるって今の生き物を見てもちょっと考えにくいので、あのフリルの表面の鱗が覆ってたんじゃないかなと思います。フリルの下の切れ目のところにちょっと後ろ見れるんじゃないかっていう、ほっぺたの突起とフリルの間にちょっとくぼみみたいなのあるんですよ。そこから見れたかもしれないけど、後ろ見づらかったのは確かかもしれませんね、角竜類は。トリケラトプスの首の骨って最初の3つが1個の骨の塊になっちゃってるんで、ちょっと首をぐるんぐるんはちょっと難しかったかもしれません。もともと植物食の動物なんで目は横向きについてるんで、僕らよりは
その点後ろを見ることは有利だったとは思うんですけど、そうそう、そのフリルとほっぺたの突起の間の隙間から後ろがちょっと見れたかもしれないし、大人のトリケラトプスやトロサウルスになっちゃえば、襲える彼らを襲えるような肉食恐竜が実質大人のティラノサウルスしかいないので、なんとか対処はできたかもしれませんね。じゃあ今回のクイズいっちゃいますよ。トリケラトプスとトロサウルス、目の上の角の向き、それともフリルの両脇の骨、このどっちで見分けることができるかな。はい、正解はフリルの両脇の骨だったよね。この両脇の骨を見てあげて、ちょっと細長くてフリルの真ん中の骨とくっつくところにちょっと出っ張りがあるのがトロサウルスの特徴だよ。目の上の角の向きはトリケラトプスの中でも若い子か子供かお年寄りか、これを見分けるのに役立つんだ。見てくれてありがとうございました。この動画が面白いと思いましたら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。何かわからないことがありましたらコメントに書いてくださいね。次回もまた恐竜たちのこといろいろ調べていきましょう。それでは。